第3巻第73編「アサフの歌神は正しいものに向かい心の清いものに向かってまことに恵み深い」「しかし私は私の足がつまずくばかり私の歩みが滑るばかりであった」 私が悪しき者の,の栄えるのを見てその高ぶる者を妬んだからである。彼らには苦しみがなくその身は健やかで艶があり他の人々のように悩むことがなく他の人々のように打たれることはない。それゆえ高慢は彼らの首飾りとなり暴力は衣のように彼らを覆っている。 彼らは、声太って、その目は飛び入その心は愚かな思いに満ちあふれている。彼らは、あざけり、悪意をもって語り、高ぶって、しえたげを語る。彼らは、その口を天に逆らっておき、その下は、地を歩き回る。それゆえ、民は、 心を変えて彼らを褒めたたえ彼らのうちに過ちを認めない彼らは言う神はどうして知り得ようか意図高き者に知識があろうかと見よこれらは悪しき者であるのに常に安らかでその富が増し加わるまことに私は いたずらに心を清め罪を犯すことなく手を洗った私はひねもす打たれ朝ごとに懲らしめを受けたもし私がこのようなことを語ろうと言ったなら私はあなたの子らの世を謝らせたであろうしかし私がこれを知ろうと思い巡らした時これは 私にに面倒な仕事のように思われた私が神の聖女に行って彼らの最後を悟り得たまではそうであったまことにあなたは彼らを滑らかなところに置き彼らを滅びに陥らせられるなんと彼らは瞬く間に滅ぼされ 恐れれを持って全く一掃されたことであろう「あなたが目を覚まして彼らの影をかろしめられる時彼らは夢見た人の目を覚ました時のようである」「私の魂が痛み私の心が刺された時私は愚かで悟りがなくあなたに対しては獣のようであった」 けれども私は常にあなたと共にありあなたは私の右の手を保たれるあなたは悟しをもって私を導きその後私を受けて栄光に預からせられる私はあなたのほかに誰を天に持ちえよう地にはあなたのほかに慕うものはない我が身と 我が心とは衰えるしかし神は常しえに我が心の力我が修行である。見よあなたに遠いものは滅びるあなたはあなたに背く者を滅ぼされるしかし神に近くあることは私に良いことである私は主なる神を我が酒どころとして あなたのもろもろの御業を述べ伝えるであろう第74編アサフのマスキールの歌神よなぜ我らを常しえに捨てられるのですかなぜあなたの薪の羊に怒りを燃やされるのですか昔 あなたが手に入れられたあなたの公開、すなわちあなたの修行の部族となすためにあがなわれたものを思い出してください。あなたが住まわれたシオンの山を思い出してください。とこしえの滅びの後にあなたの足を向けてください。敵は聖女ですべてのものを破壊しました。あなたのあだは 聖女の中で吠え叫び彼らの印を立てて印としましまた彼らは神の入り口では斧を持って木の格子柿を切り倒しましたまた彼らは手斧と土と思って聖女の彫り物をことごとく打ち落としました彼らはあなたの聖女に火をかけ皆の住みををがして地に倒しました 彼らは心の内に言いました。我らはことごとくこれを滅ぼそう、と。彼らは国のうちの神の街道をことごとく焼きました。我らは自分たちの印を見ません。預言者も今はいません。そして、いつまで続くのか、我らのうちには知るものがありません。 神よ、あだはいつまであざけるでしょうか。敵はとこしえにあなたの名を罵るでしょうか。なぜあなたは手を引かれるのですか。なぜあなたは右の手を懐に入れておかれるのですか。神は、いにしえから私の王であって、救いを世の中に行われた。 あなたは道からをもって海を分かち水の上の竜の頭を砕かれたあなたはレビアタンの頭を砕きこれを野の獣に与えて餌食とされたあなたは泉と流れとを開き絶えず流れるもろもろの川を枯らされた昼はあなたのもの 夜もまたあなたのもの。あなたは光と太陽とを設けられた。あなたは地の諸々の境を定め、夏と冬とを作られた。主よ、敵はあなたをあざけり、愚かな民はあなたの皆を罵ります。このことを思い出してください。どうか。 あなたの鳩の魂を野の,の獣に渡さないでください。貧しい者の,の命を常知恵に忘れないでください。あなたの契約を顧みてください。地の暗いところは暴力の住まいで満ちています。知えたげられる者を恥じさせないでください。貧しい者と乏しい者とに。 皆を褒めたたえさせてください。神よ、起きてあなたの訴えをあげつらい、愚かな者のひねもすあなたをあざけるのを、身心に止めてください。あなたのあだの叫びを忘れないでください。あなたの敵の絶えずあざける騒ぎを、忘れないでください。 第75編聖火隊の指揮者によって「滅ぼすな」という調べに合わせて歌わせた「アサフの歌賛美神よ我らはあなたに感謝します我らは感謝します我らはあなたの皆を呼びあなたのくすしき見業を語ります」。 定まった時が来れば、私は公平をもって裁く。地とすべてこれに住む者がよろめく時、私はその柱を固くする。私は、誇る者には、誇るなと言い。悪しき者には、角を上げるな。角を高く上げるな。高慢な態度をもって語るなと言う。 あげることは、東からでなく、西からでなく、また、荒のらでもない。それは、裁きを行われる神であって、神は、これを下げ、彼をあげられる。主の手には、酒好きがあって、よく混ぜた酒が泡立っている。主が、これを注ぎ出されると、地のすべての悪しきものは、 これを一滴も残さずに飲み尽くすであろう。しかし、私はとこしえに喜びヤコブの神を褒め歌います。悪しき者の,の角はことごとく切り離されるが、正しいものの角は挙げられるであろう。第76編聖歌隊の指揮者によって事に合わせて歌わせた。 アサフの歌賛美「神はユダに知られその皆はイスラエルにおいて偉大であるその幕屋はサレムにありその住まいはシオンにある」かしこで神は弓の火矢を折り盾と剣と戦いの武器を壊された。 あなたは永久の山々に勝って光栄あり威厳がある。惜しいものはかすめられ彼らは眠りに沈み戦人は皆その手を施すことができなかった。ヤコブの神よあなたの咎めによって乗り手と馬とは深い眠りに陥った。しかしあなたこそは恐るべき方である。 あなたが怒りを発せられるとき、誰が見舞いに立つことができよう。あなたは天から裁きを仰せられた。神が地の教えたげられたものを救うために裁きに立たれたとき、地は恐れて沈黙した。まことに人の怒りはあなたを褒めたたえる。怒りのあまりをあなたは帯とされる。 あなた方の神、主に誓いを立てて、それを償え。その周囲のすべてのものは、恐るべき主に贈り物を捧げよ。主は、諸々の君たちの命を絶たれる。主は、地の王たちの恐るべきものである。第七十七編。聖火隊の指揮者によって、 エドトンの調べに従って歌わせた『アサフの歌』「私は神に向かい声を上げて叫ぶ」「私が神に向かって声を上げれば神は私に聞かれる」「私は悩みの日に死を尋ね求め夜は我が手を伸べてたゆむことなく」 我が魂は慰められるのを拒む私は神を思う時嘆き悲しみ深く思う時我が魂は衰えるあなたは私のまぶたを支えて閉じさせず私は物を言うこともできないほどに悩む私は 昔の日を思い古にしの年を思う私は夜我が心と親しく語り深く思うて我が魂を探り言う主は「とこしえに我らを捨てられるであろうか」「再び恵みを施されないであろうか」「その慈しみはとこしえに耐え」 「その約束はよよ長く廃れるであろうか」「神は恵みを施すことを忘れ怒りを持ってその憐れみを閉じられたであろうか」と「その時私は言う私の悲しみは意図高き者の,の右の手が変わったことである」と私は主の見業を思い起こす。 私はいにしえからのあなたのくすしきみわざを思い出す。私はあなたのすべてのみわざを思い、あなたの力あるみわざを深く思う。神よ、あなたの道は生である。我らの神のように大いなる神は誰か。あなたはくすしきみわざを行われる神である。 あなたは、もろもろの民の間に、その体能を表し、その腕を持って、己の民をあがない、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれた。神よ、大水はあなたを見た。大水はあなたを見ておののき、淵もまた震えた。雲は、水を注ぎ出し、空は、 雷をとどろかし、あなたの矢は四方にきらめいた。あなたの雷のとどろきはつむじ風の中にあり、あなたの稲妻は世を照らし、地はふるい動いた。あなたの王子は海の中にあり、あなたの道は大水の中にあり、あなたの足跡は 尋ねえなかった。あなたはその民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれた。第七十八編アサフのマスキールの歌。我が民よ、我が教えを聞き。 我が口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例えを語り、いにしえからの謎を語ろう。これは我らが先に聞いて知ったこと、また我らの先祖たちが我らに語り伝えたことである。我らはこれを子孫に隠さず、主の光栄ある身技とその力と、 主のなされたしききと来るるべき世に告げるであろう主は証しをヤコブのうちに立て掟をイスラエルのうちに定めてその子孫に教えうべきことを我らの先祖たちに命じられたこれは次の世に生まれる子孫がこれを知り 自ら怒ってそのまた子孫にこれを伝え彼らをして神に望みを置き神の見業を忘れずその戒めを守らせるためであるまたその先祖たちのようにかくなで背く者の輩となりその心が定まりなくその魂が神に忠実でない輩とならないためである。 エフライムの人々は武装し弓を携えたが戦いの日に引き返し彼らは神の契約を守らずその掟に従って歩むことを拒み神がなされたことと彼らに示されたくすしき見業とを忘れた神はエジプトの地とゾアンの野で くすしき見わざを彼らの先祖たちの前に行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、水を立たせて山のようにされた。昼は雲をもって彼らを導き、夜は夜もすがら火の光をもって彼らを導かれた。神は荒野で岩をさき、 縁から飲むように豊かに彼らに飲ませまた岩から流れを引いて川のように水を流れさせられたところが彼らはなお神に向かって罪を重ね荒野で意図高き者に背き斧が欲のために食物を求めてその心の内に神を試みたまた 彼らは「神に逆らって言ってた。神は荒野に縁を設けることができるだろうか」「見よ神が岩を打たれると水はほとばしりいで流れがあふれた」「神はまたパンを与えることができるだろうか」「民のために肉を供えることができるだろうか」とそれゆえ主は聞いて憤られた。 火はヤコブに向かって燃え上がり怒りはイスラエルに向かって立ち上ったこれは彼らが神を信ぜずその救いの力を信用しなかったからであるしかし神は上なる大空に命じて天の戸を開き彼らの上にマナを降らせて食べさせ 天の穀物を彼ららに与えられた。人は天使のパンを食べた神は彼らに食物を送って飽きたらせられた神は天に東風を吹かせ道からをもって南風を導かれた神は彼らの上に肉を塵のように降らせ翼ある鳥を 海の砂のように降らせて、その宿営の中、その住まいの周りに落とされた。こうして、彼らは食べて飽きたることができた。神が彼らにその望んだものを与えられたからである。ところが、彼らがまだその欲を離れず、食物がなお口の中にあるうちに、 神の怒りが彼らに向かって立ち上り彼らのうちの最も強い者を殺しイスラエルのうちの襟抜きの者を打ち倒されたすべてこれらのことがあったにもかかわらず彼らはなお罪を犯しそのくすしき見業を信じなかったそれゆえ神は 彼らの火を息のように消えさせ彼らの年を恐れをもって過ごさせられた神が彼らを殺された時彼らは神を訪ね悔いて神を熱心に求めたこうして彼らは神は彼らの岩糸高き神は彼らのあがない主であることを思い出した しかし彼らはその口を持って神にへつらいその舌を持って神に偽りを言った彼らの心は神に向かって堅実でなく神の契約に真実でなかったしかし神は憐れみに富まれるので彼らの不義を許して滅ぼさずしばしばその怒りを抑えて その憤りをことごとく振り起こされなかったまた神は彼らがただ肉であって過ぎ去れば再び帰り込む風であることを思い出された幾たび彼らは野で神に背き荒野で神を悲しませたことであろうか彼らは重ね重ね神を試みイスラエルの聖者を怒らせた 彼らは神の力をも神が彼らをあだからあがなわれた日をも思い出さなかった神はエジプトでもろもろの印を行いゾアンの野でもろもろの奇跡を行い彼らの川を血に変わらせてその流れを飲むことができないようにされた神は ハエの群れを彼らのうちに送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また、神は彼らの作物をアオムシに渡し、彼らの勤労の実をイナゴに渡された。神はヒョウを持って彼らのブドウの木を枯らし、霜を持って彼らのイチジクグワの木を枯らされた。神は、 彼らの家畜をひょうに渡し、彼らの群れを燃える稲妻に渡された。神は彼らの上に激しい怒りと憤りと恨みと悩みと滅ぼす天使の群れとを放たれた。神はその怒りのために道を設け、彼らの魂を死から免れさせず、その命を疫病に渡された。神は エジプトですべてのウィンゴを撃ちハムの天幕で彼らの力の初めの子を撃たれたこうして神は己の民を羊のように引き出し彼らを荒野で羊の群れのように導き彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れることがなかったしかし海は 彼らの敵を飲み尽くした神は彼らをその聖地に伴いその右の手を持って得たこの山に伴い来られた神は彼らの前からもろもろの国民を追い出しその地を分けて修行としイスラエルの所属を彼らの天幕に住まわせられたしかし 彼らは意図高き神を試みこれに背いてその諸々の証しを守らず背き去って先祖たちのように真実を失い狂った弓のようにねじれた彼らは高きところを設けて神を怒らせ刻んだ像を持って神の妬みを起こした神は聞いて大いに怒りイスラエルを全く退けられた 神は人々の中に設けた幕屋なる白の住まいを捨て、その力を虜とならせ、その栄光を仇の手に渡された。神はその民を剣に渡し、その修行に向かって大いなる怒りを漏らされた。火は彼らの若者たちを焼き尽くし、彼らの乙女たちは婚姻の歌を失い、 彼らの妻子たちは剣によって倒れ彼らのやもめたちは嘆き悲しむことさえしなかったその時主は眠ったものの冷めたように勇士が酒によって叫ぶように目を覚ましてそのあだを打ち退け常しえの恥を彼らに負わせられた神は ヨセフの天幕を退けエフライムの部族を選ばずユダの部族を選び神の愛するシオンの山を選ばれた。神はその聖女を高い天のように建て常しえに元居を定められた地のように建てられた神はそのしもべダビデを選んで 羊の檻から取り父を与える召羊の番をするところから連れてきてその民ヤコブその修行イスラエルの牧者とされたこうして彼は直き心を持って彼らを牧し、巧みな手を持って彼らを導いた第79編。 アサフの歌「神よもろもろの異邦人はあなたの修行の地を犯しあなたの聖なる宮を汚しエルサレムを荒れ塚としました」。彼らはあなたのしもべの屍を空の鳥に与えて餌としあなたの生徒の肉を地の獣に与えその血をエルサレムの周りに水のように流し これを葬る人がありませんでした。我らは隣人にそしられ周りの人々に侮られあざけられるものとなりました「主よいつまでなのですか?」「とこしえにお怒りになられるのですか?」「あなたの妬みは火のように燃えるのですかどうか?」 あなたを知らない異邦人と、あなたの名を呼ばない国々の上に、あなたの怒りを注いでください。彼らはヤコブを滅ぼし、その住処を荒らしたからです。我らの先祖たちの不義を見心に止められず、憐れみをもって、速やかに我らを迎えてください。我らは,は、甚はだしく低くされたからです。 我のの救いの神よ、皆の栄光のために我らを助け皆のために我らを救い我らの罪をお許しください」。どうして違法人は言うのでしょう。彼らの神はどこにいるのかと。あなたのもべらの流された血の報いを我らの目の当たりになして違法人に知らせてください。 囚われ人の嘆きをあなたの見前に至らせあなたの大いなる力により死に定められたものを守り長らえさせてください。主よ我らの隣人があなたをそしったそしりを七倍にして彼らの懐に報い返してください。そうすればあなたの民あなたの薪の羊はとこしえに あなたに感謝し『いよいよあなたを褒めたたえるでしょう』第80編」「第聖火隊の指揮者によって百合の花の調べに合わせて歌わせたアサフの証の歌。イスラエルの牧者よ羊の群れのようにヨセフを導かれる者よ耳を傾けてください」。 ケルビムの上に座せられる者よ。光を放ってください。エフライム、ベニヤミン、マナセの前に、あなたの力を振り起こし、来て、我らをお救いください。神よ。我らを元に返し、三顔の光を照らしてください。そうすれば、我らは救いを得るでしょう。万軍の神主よ。 いつまでその民の祈りに向かってお怒りになるのですかあなたは涙のパンを彼らに食わせ多くの涙を彼らに飲ませられましたあなたは我らを隣人のあざけりとし我らの敵は互いにあざ笑いました万軍の神よ我らを元に返し我らの救われるため 三河の光を照らしてください。あなたは、葡萄の木をエジプトから携え出し、諸々の国民を追い出して、これを植えられました。あなたは、これがために地を開かれたので、深く根ざして国にはびこりました。山々はその影で覆われ、神の紅白は、 その枝で覆われました。これはその枝を海にまで延べその若枝を大川にまで延べましたあなたは何故その柿を崩して道行くすべての人にその実を摘み取らせられるのですか林のイノシシはこれを荒らし野のすべての獣はこれを食べます。 万軍の神よ、再び天から見下ろして、このブドウの木を顧みてください。あなたの右の手の植えられた幹と、自らのために強くされた枝とを顧みてください。彼らは火をもってこれを焼き、これを切り倒しました。彼らを三河の咎めによって滅ぼしてください。しかし、あなたの手を、 その右の手の人の上に置き、自らのために強くされた人のこの上に置いてください。そうすれば、我らはあなたを離れ知りくことはありません。我らを生かしてください。我らはあなたの皆を呼びます。万軍の神主よ。我らを元に返し、三顔の光を照らしてください。 「そうすれば我らは救いを得るでしょう」「第81編聖火隊の指揮者によってギテとの調べに合わせて歌わせたアサフの歌」「我らの力なる神に向かって高らかに歌えヤコブの神に向かって喜びの声を上げよ」 歌を歌い鼓を打ってよいねの琴と,とたて琴と,とをかき鳴らせ新月と満月と我らの祭りの人にラッパを吹き鳴らせこれはイスラエルの定めヤコブの神の掟である神が出てエジプトの国を責められた時ヨセフの中にこれを立てて証しとされた。 私はかしこでまだ知らなかった言葉を聞いた。私はあなたの肩から重荷を覗き、あなたの手をかから免れさせた。あなたが悩んだとき、呼ばわったので、私はあなたを救った。私は雷の隠れたところで、 あなたに答えメリバの水のほとりであなたを試みた我が民よ聞け私はあなたに勧告するイスラエルよあなたが私に聞き従うことを望むあなたのうちに他の神があってはならないあなたは外国の神を拝んではならない私は エジプトの国からあなたを連れ出したあなたの神主であるあなたの口を広く開けよ私はそれを満たそうしかし我が民は私の声に聞き従わずイスラエルは私を好まなかったそれゆえ私は 彼らをその堅くなな心に任せ、その思いのままに行くに任せた。私は我が民の私に聞き従い、イスラエルの我が道に歩むことを欲する。私は速やかに彼らの敵を従え、我が手を彼らのあだに向けよう。主を憎む者も彼らに恐れ従い。 彼らの時は常しえに続くであろう。私は麦の最も良いものを持ってあなたを養い、岩から出た蜜を持ってあなたを明かせるであろう。第82編「アサフの歌」。神は 「神のの会議の中に立たれる神は神々の中で裁きを行われる」「あなた方はいつまで不正な裁きをなし悪しき者に好意を示すのか」「弱い者とみなしごとを公平に扱い苦しむ者と乏しい者の権利を擁護せよ」 弱い者と貧しい者を救い、彼らを悪しき者の手から助け出せ。彼らは知ることなく、悟ることもなくて暗き中をさまよう。地の諸々のもといは揺り動いた。私は言う。あなた方は神だ。あなた方は皆意図高き者の子だ。 しかし、かあなた方は人のように死にもろもろの君の一人のように倒れるであろう神よ起きて地をさばいてくださいすべての国民はあなたのものだからです第83編「アサフの歌三美 神よ、沈黙を守らないでください。神よ、何も言わずに黙っていないでください。見よ、あなたの敵は騒ぎ立ち、あなたを憎む者は頭を上げました。彼らはあなたの民に向かって巧みな計りとを巡らし、あなたの保護される者に向かって愛ともに計ります。 彼らは言いますさあ彼らを立ち滅ぼして国を建てさせずイスラエルの名を再び思い出させないようにしよう彼らは心を一つにして共に計りあなたに逆らって契約を結びますすなわちエドムの天幕に住む者とイシマエル人モアブとハガル人 ゲバルとアンモンモととアマレク、ペリシテとツロの住民などです。アッスリアもまた彼らに組みしました彼らはロトの子孫を助けましたあなたがミデアンにされたようにキション川でシセラとヤビンにされたように彼らにしてください彼らはエンドルで滅ぼされ 地のために肥料となりました。彼らの基人をオレブとゼーブのように、そのすべての君たちをゼバとザルムンナのようにしてください。彼らは言いました。我らは神の牧き場を得て、我らの所有にしよう、と。我が神よ、彼らを巻き上げられる塵のように、 風の前のもみ殻のようにしてください。林を焼く火のように、山を燃やす炎のように、あなたの早手をもって彼らを追い、つむじ風をもって彼らを恐れさせてください。彼らの顔に恥を満たしてください。主よ、そうすれば、彼らはあなたの名を求めるでしょう。彼らをとこしえに恥を恐れさせ、 慌て惑っててっ滅びせせささせください主という名をお持ちになるあなたのみ全知をし示す意図高きものであることを彼らに知らせてください。第84編聖火隊の指揮者によってギテとの調べに合わせて歌わせた「コラのこの歌」。 万軍の主よ。あなたの住まいはいかに麗しいことでしょう。我が魂は絶えるばかりに主の大庭をしたい。我が心と我が身は生ける神に向かって喜び歌います。雀が住処かを得、ツバメがその雛を入れる巣を得るように。万軍の主、我が王、我が神よ。あなたの祭壇の傍らに。 我が住まいを得させてください。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らは馬鹿の谷を通っても、そこを泉のあるところとします。また 前の雨は池を持ってそこを覆います。彼らは力から力に進み、死をにおいて神々の神にまみえるでしょう。万軍の神、主よ、我が祈りをお聞きください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾を見そなわし、 あなたの油注がれたものの顔をかりみてください。あなたの大庭にいる一日は、よそにいる千日にも勝るのです。私は、悪の天幕にいるよりは、むしろ我が神の家の門どとなることを願います。主なる神は、火です、盾です。主は、恵みと誉れとを与え、 なおく歩む者に良い者を拒まれることはありません万軍の主よあなたに信頼する人は幸いです第85編聖火隊の指揮者によって歌わせたコラの子の歌主よあなたは御国に恵みを示し ヤコブの繁栄を回復されましたあなたはその民の不義を許し彼らの罪をことごとく覆われましたあなたはすべての怒りを捨て激しい憤りを遠ざけられました我らの救いの神よ我らを回復し我らに対するあなたの憤りをおやめください あなたはとこしえに我らを怒り、よろよまであなたの怒りを伸ばされるのですか。あなたの民があなたによって喜びを得るため、我らを再び生かされないのですか。主よ、あなたの慈しみを我らに示し、あなたの救いを我らに与えてください。私は主なる神の語られることを聞きましょう。 主は、その民、その生徒、並びにその心を主に向ける者に平和を語られるからです。誠に、その救いは神を恐れる者に近く、その栄光は我らの国にとどまるでしょう。慈しみと誠とは共に愛、義と平和とは互いに口づけし、誠は力生え、 義は天から見下ろすでしょう主が良いものを与えられるので我らの国はその産物を出し義は主の見舞いに行きその足音を道とするでしょう。第86編ダビデの祈り主よあなたの耳を傾けて。 私にお答えください。私は苦しみかつ乏しいからです。私の命をお守りください。私は神を敬うものだからです。あなたに信頼するあなたのしもべをお救いください。あなたは私の神です。主よ、私を憐れんでください。私はひねもすあなたに呼ばわります。 あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ。我が魂はあなたを仰ぎ望みます。主よ。あなたは恵み深く寛容であって、あなたに呼ばれるすべてのものに、慈しみを豊かに施されます。主よ。私の祈りに耳を傾け、私の願いの声をお聞きください。 私の悩みの日に私はあなたに呼ばわります。あなたは私に答えられるからです。主よ、諸も々ろもろの神のうちに、あなたに等しいものはなく、また、あなたの御技に等しいものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国民は、あなたの前に来て不を拝み、皆をあがめるでしょう。 あなたは大いなる神でくすしき見業をなされます。ただあなたのみ神でいらせられます。主よあなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理に歩みます。心を一つにして皆を恐れさせてください。我が神主よ私は心を尽くしてあなたに感謝し。 こししに皆を崇めるでしょう。「私に示されたあなたの慈しみは大きく我が魂を黄泉の深いところから助け出されたからです」「神よ高ぶる者は私に逆らって怒り荒ぶる者の群れは私の命を求め彼らは自分の前にあなたを置くことをしません」 しかし主よ、あなたは、哀れみと恵みに富み、怒りを遅くし、慈しみと誠と,とに豊かな神でいらせられます。私を顧み、私を哀れみ、あなたのしもべに身力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に、あなたの恵みのしるしを表してください。 そうすれば、私を憎む者どもは、私を見て恥じるでしょう。主よ、あなたは私を助け、私を慰められたからです。第八十七編子らの子の歌賛美主が元を寄せられた都は、 聖なる山の上に立つ主はヤコブのすべての住まいに勝ってシオンの諸々の門を愛される神の都よあなたについて諸々の光栄あることが語られる私はラハブとバビロンを私を知る者のうちにあげるペリシテツロまたエチオピアを見よ このはしかし「シオンについては「この者もかの者もその中に生まれた」と言われる意図高き者自らシオンを固く立てられるからである「主」が諸々の民を登録される時「この者はかしこに生まれた」と記される。 歌うう。と踊るものは皆言う「我が諸々の泉はあなたのうちにある」と第88編聖歌隊の指揮者によってマハラテレアノテの調べに合わせて歌わせた「コラノコの歌」賛美「エズラビ人ヘマンのマスキールの歌」 我が神、主よ。私は昼、助けを呼び求め、夜、見舞いに叫び求めます。私の祈りを見舞いに至らせ、私の叫びに耳を傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄みに近づきます。私は穴に下る者のうちに数えられ、力のない人のようになりました。すなわち、 死人のうちに捨てられた者の,のように墓に横たわる殺された者の,のようにあなたが再び心に止められない者の,のようになりました彼らはあなたの見てから立ち滅ぼされた者ですあなたは私を深い穴暗いところ深い淵に置かれましたあなたの怒りは私の上に重く あなたはもろもろの波をもって私を苦しめられました。あなたは我が知り人を私から遠ざけ、私を彼らの意味嫌うものとされました。私は閉じ込められて逃れることはできません。私の目は悲しみによって衰えました。主よ、私は日ごとにあなたを呼び、 あなたに向かって我が両手を述べましたたあなたは死んだ者の,のために奇跡を行われるでしょうか亡き人の魂は起き上がってあなたを褒めたたえるでしょうかあなたの慈しみは墓の中にあなたの誠は滅びの中に述べ伝えられるでしょうかあなたの奇跡は暗闇に あなたの義は忘れの国に知られるでしょうか。しかし主よ、私はあなたに呼ばわります。明日に我が祈りをあなたの見舞いに捧げます。主よ、なぜあなたは私を捨てられるのですか。なぜ私に御顔を隠されるのですか。 私は若い時から苦しんで死ぬばかりです。あなたの脅かしにあって衰え果てました。あなたの激しい怒りが私を襲い、あなたの恐ろしい脅かしが私を滅ぼしました。これらのことがひねもす大水のように私をめぐり、私を全く取り巻きました。 あなたは愛すあなた友とを私から遠ざけ、私の知り人を暗闇に置かれました」。第89編エエズラビとエタンののマスキールの歌 あなたのまことを。よろずよに告げ知らせます。あなたの慈しみはとこしえに固く立ち。あなたのまことは。天のようにゆるぐことはありません。あなたは言われました。私は。私の選んだものと契約を結び。私のしもべダビデに誓った。私は。 あなたの子孫を常しえに固くしあなたの王座を立ててよろずよに至らせる主よもろもろの天にあなたのくすしき見わざを褒めたたえさせ聖なる者の,の集いであなたのまことを褒めたたえさせてください大空のうちに誰か主と並ぶ者があるでしょうか神の子らのうちに 誰か主ののよううなものがあるでしょうか主は聖なる者の会議において恐るべき神その周りにあるすべてのものに勝って大いなる恐るべきものです万軍の神主よ主よ誰かあなたのように滞納のあるものがあるでしょうかあなたのまことはあなたを巡っています あなたは海の荒れるのを治めその波の起こるときこれを沈められますあなたはラハブを殺された者のように打ち砕きあなたの敵を力ある腕を持って散らされましたもろもろの天はあなたのもの地もまたあなたのもの世界とその中にあるものとは あなたがそのもといを置かれたものです。北と南はあなたがこれを作られました。タボルとヘルモンは皆を喜び歌います。あなたは滞納の腕を持たれます。あなたの手は強く、あなたの右の手は高く、義と公平はあなたの御蔵のもとい。 慈しみと誠はあなたの前に行きます祭りの日の喜びの声を知る民は幸いです主よ彼らは御顔の光の中を歩みひねもす皆によって喜びあなたの義を褒めたたえますあなたは彼らの力の栄光だからです我らの角は あなたの恵みによって高く上げられるでしょう。我らの盾は主に属し、我らの王はイスラエルの聖者に属します。昔、あなたは幻をもって、あなたの生徒に告げて言われました。私は勇士に栄冠を授け、 民のの中から選ばれたた。ものを高くあげた私は我がしもべダビデを得てこれに我が聖なる油を注いだ我が手は常に彼と共にあり我が腕はまた彼を強くする敵は彼を騙すことなく悪しき者は彼を癒しめることはない私は彼の前に もろもろの仇を討ち滅ぼし彼を憎む者どもを討ち倒す我が誠とと我が慈しみは彼と共にあり我が名によって彼の角は高く上げられる私は彼の手を海の上に置き彼の右の手を川の上に置く彼は私に向かい あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と呼ぶであろう。私はまた彼を我がウいごとし、地の王たちのうちの最も高いものとする。私はとこしえに、我が慈しみを彼のために保ち、我が契約は彼のために固く立つ。私は、 彼の家計を常しえに固く定めその位を天の引かずのように長らえさせるもしその子孫が我が掟を捨て我が裁きに従って歩まないならばもし彼らが我が定めを犯し我が戒めを守らないならば私は杖を持って彼らの戸がを罰し 無知を持って彼らの不義を罰する。しかし私は我が慈しみを彼から取り去ることなく我が誠に背くことはない私は我が契約を破ることなく我が唇から出た言葉を変えることはない私はひとたび我が生によって誓った。 私はダビデに偽りを言わない。彼の家系はとこしえに続き彼の位は太陽のように常に私の前にあるまた月のようにとこしえに固く定められ大空の続く限り固く立つしかしあなたはあなたの油注がれたものを捨てて退け 彼に対ししして激しく怒られました。あなたはその下辺との契約を廃棄し彼の冠を地に投げ打って汚されましたあなたはその城壁をことごとく壊しその砦を荒れ垂れさせられましたそこを通り過ぎる者は皆彼をかすめ彼はその隣人のあざけりとなりましたあなたは 彼のあだの右の手を高く上げ、そのもろもろの敵を喜ばせられました。誠に、あなたは彼の剣の刃を返して、彼を戦いに立たせられなかったのです。あなたは、彼の手から王の杖を取り去り、その王座を地に投げ捨てられました。あなたは、彼の若き火を縮め、 「恥をもって彼を覆われました」「主よいつまでなのですか?」「とこしえにおかくれになるのですかあなたの怒りはいつまで火のように燃えるのですか?」「主よ人の命のいかに短くすべての人の子をいかにはかなく作られたかを見心に留めてください」 誰か、生きて死を見ずその魂を黄泉の力から救いうるものがあるでしょうか。主よあなたがまことをもってダビデに誓われた昔の慈しみはどこにありますか主よあなたのしもべが受ける恥ずかしめを御心に止めてください。主よ、 あなたのもろもろの敵は私をそしりあなたの油注がれた者の,の足跡をそしります私はもろもろの民のそしりを私の懐に抱いているのです主はとこしえにほむべきかな」「アーメン」「アーメン」